どうも、ベテです。パース変えていきたいと思います。はい、本日はアスレティス高校でゴールキーパー作っていきたいと思います。敵の方は、強化、小野、リント。で、秋山、カーン、そして、小森。この6人でいこうかなと思っております。まあ、とりあえずね、今日はテクニック110の守護神、プラス。そちらを使って、作っていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方はパワードリと音楽プレイヤー持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、この編成なのですが、まあ、ミサちゃんね、使うのありかなと。うん。まあ、ミサちゃんでやってほしいですってリクエストいただいたんですけれども、現状ね、ミサちょっとハマらなかったんですよ。なかなか守護神が成功してくれませんでしたので、ちょっと小森に変えております。まあ、小森ならば守護神確定でくれるし、うん。デートさえやってしまえば、もうちゃちゃっと終わってしまうキャラですので、まあ、今回はちょっと小森でいこうかなと。うん。小森で守護神もらっていこうかなと思っております。で、テクニック110にしないといけないので、小野伸二をちょっと踏みまくります。小野伸二と、まあ、緑枠。まあ、精神がね、初めの方余ってしまうかもしれませんが、後で絶対足らなくなってきますので、まあ、しっかりと踏んでおこうかなと思っています。はい、メンタルいきまーす。はい、秋山ですね。で、ここでできれば、俺は小森を踏んでいきたい。小森を踏んでいきたいのですが、いない。じゃあ、これメンタルいきます。はい、さあ、次から、しっかりとやっていきましょう。マイカーン、いいですね。さあ、こっから。ささっと小森の骨格を読んでいきましょう。で、小森がまず来てほしいのだが来ない。リンといきます。で、監督の予感も上げておきましょう。はい、リンと回復ナイス。いいよ、その調子でいきましょう。はい、そしてこういうのか微妙だな。踏みたいんだけど、ここはね、こっちも行きたいんだが、まあ次の手を考えると、まあ、カーンかなー。どうだろう。小野伸二みたい。小野でいいか。小野来い。秋山じゃなくて小野来い。小野。いや、秋山か。秋山評価上がっちゃうとね、ちょっと心眼がね、進んじゃうのがちょっと辛いんだよな。はい。リント。で、監督の評価上がっていきます。で、黄色を踏みたい。あ、これは子犬までいいかな。うん、これは小犬巻いておきましょう。はい。まあ、できればね、精密機械までもらいたいと思っておりますので、まあ、しっかりと、済ませておきます。で、強化ね、マイベね、一人しかいないから多分一瞬で乾燥しちゃうんだよな。それがちょっと怖いんだよなとは思ってます。はい。はい、小野伸二踏んでいきましょう。はい、これで4色。で、できれば、青はやめてくれ。できれば黄色か緑がいい。黄色か緑。まあ、もしくは赤って感じだな。青だけは外れ。青は、敏捷は正直ディフェンスはね、余裕で100はいけますし、スピードは振りたくないんだよな。そんな振りたくはないと思っておりますので、はい。まあ、とりあえずテクニック。はい、上げておきます。はい、では行きましょう。黄色がいい。技術がいい。フェンシングがいい。漏炎諸国がいい。漏炎諸国来た。ナイス。20分の1行きましたね。OK。金メダルで行きました。OK。これで、まあ、テクニック、タックバンバン来てくれれば OK。で、小森の告白までの評価は足りましたね、これで。これで評価は足りた。まあ、小森ちゃん踏めてなかったけども、これもう踏んじゃってもいいなっていう感じはしておりますが、まあ、とりあえず、小野伸二いっときますか。小野伸二いっときまーす。うん、小野伸二ね。はい。で、小森、野良で告白来てくれると嬉しいな。野良で告白来てくれると嬉しい。で、次、小野伸二テクニック来ようか。はい、小野伸二、残り1回です。で、テクニック上げ、スパイラルタック来なかったな、残念。ワンチャン来るかなと思ったんですけどね。はい、ではテクニック上げておきます。で、次ディフェンス上げておきます。まあ、こんな感じでいいでしょう。はい、そして、小森がいない。じゃあ、ここ、リントがいい。リント来い。リント、OK、ナイス。で、次こそ小森踏ませてくれ。あ、ここ来たわ、ラッキー。いいですね。本当にデートをささっと終わらせたい。デートをささっと終わらし、守護神ね、早めから精神使っておきたい。まあ、精神ね、スタミナいくつまで振るかちょっと迷ってしまうので、とりあえず小森の、うん、守護神もらってからっていう考えで動きたいと思います。はい、もうここは小野伸二来てもしょうがないっていう感じでいきましょうか。うん、小犬間、秋山。小犬間がいいかな。そうだな。秋山、金徳進んじゃうとちょっと困るんだよな。はい、ではテクニックいきます。小野伸二はやめてほしい。小野伸二やめてほしい。集中力。はい。小犬馬が残り1回。まあでも怖いんだよな。小犬馬も結構失敗率多いからな。うん。失
敗多いんだよな。長反の失敗多いんだよな。はい、長反の。オッケー、成功した？危ねえ。これが成功してくれたら、まあ一つは超えたって感じですね。オッケーオッケー。超えてくれました。で、ここでメンタルじゃないのか。ここだな。うん、フェンシング踏んでいきましょうか。うん、ここはもうパワードリ飲んでいきます。しょうがない。で、もしかしたらこれ、小森ちゃんが進まないのであれば、もうデート無理やり進めるっていうのもありかもしれないね。はい、秋山が進んでいきます。秋山はもうちょっと待ってほしかった感じはしますね。はい、では緑ね、OK です。まあ、最悪シンガー失敗しても、うん。テクニック110の、そうだね。テクニック110の、あれが欲しい。守護神か。はい、改正諸国。これ筋力、精神か。精神なら OK。精神はありがたい。精神はね、最後の方絶対いるんで、必要となるのでありがたいですね。で、ここで秋山踏むのもありなのですが、微妙なとこだな。秋山踏むか。まあ一応精密機械まで狙いたいんで、一応秋山踏んでおきます。そんな行きたくないけどね。はい、そしてスパイラルタック来ましたね、メンタル。うわー、秋山こういうのなー。もういっか、しょうがねえな。これはしょうがねえな。恋沼引いてくれることを信じるけど、いや、恋沼イベント終わってんだよ。イベント、でも福井で終わってないか。終わってないのであれば、はい、メンタルいきます。はい、さあ来い。恋沼がいい。恋沼、強化がいい、強化。強化来い。ナイス、オッケー。強化のイベント、これで終了しますね。オッケー、いいよ。で、次、テクニックで、小野真嗣を踏みたい。それか、小森を踏みたい。あー、いない。小森を踏みたい。はい。小森と小野真嗣。小森のデートがいい。小森のデートさっさと進めよう。はい。いやー、小野真嗣か、ベルベットパス終了ですね。シルキーまでくださいなと、オッケー。シルキーまでくれました。はい、ナイス、黄色、オッケー、いいよ。でもって、最後、そうだなぁ。いないんだなぁ。リンと行ってしまおうか、リンと行ってしまおう。もうしょうがないわ。リンと行きまーす。で、ディフェンスも上げときまーす。はい、これでいいでしょう。はい。では、リンと行ってしまいます。はい、リンと。ねえ、リンと回復がいいな。ああ、残念。回復もらえませんでした。クライミングが役立ってる。はい、そして、小森のデート行きたいんだよな、本当にな。次は頼むぞ。捕まえよう。はい、回復ナイス。で、ここで、何が来るか。今、ね、結構当たりが来てる。まあ、技術、精神と来てるんで、まあ、筋力か精神。まあ、技術でもいい。敏捷はやめて。敏捷はね、多分余る。あ、筋力精神か。まあ、ゴロ昇格ね。オッケー。回復骨。回復骨潰すか。今回ちょっとドリンク使いすぎだからね。潰すのはありかもしれない。小野真嗣、いいよ。で、ここで、回復を潰していきます。はい、OK。で、ここで、小森、どっかいね。いや、そろそろマジで小森来てほしいんだよな。リンと行くか。リンと行きまーす。はい。で、回復。いやー、体力消費か。じゃあ、これ小森にリンと行くのありかもしんないな。直踏みありかもしんない。いや、全く小森が練習に来てくれないんだ。練習に来てくれないとなると、もう無理やり踏むっていう、荒技で行きますか。荒技、あ、来たか。来たならいいや。ドリンク飲んでいきましょう。はい、小森来い。小野真嗣はイベントあと福井部が1個か。福井部が1個だが、これは小森がいい。小森がいいぞ。小森がいいぞ。小森終わらないぞ、これ。いや、ちょっとね、早めに終わらせたいんだ。小森は真面目に。うん。恋沼小森。これは恋沼じゃないぞ。小森だぞ。で、告白、いや、ごめん。デートだね。これは敏捷技術でいい。うん。一応、恋沼はイベント終わってるんでね、その分、小森に来やすいと思ってる。で、ここ、小森でいいですね、小森。さあ、カーンではなく小森。小森が来てほしい。さあ、小森来い。カーンじゃねえぞ。小森。ラブパーまで来た。で、来た。オッケー。ナイス。いいよ。はい、いいですね。で、セクションクリア。5951。経験点は少し出ておりませんね。まあ、仕方ない。まあ、仕方ない。はい、ではサッカーが上手くなりたいでいきまーす。強星来るな。オッケー。強星来やすいからね、小森ね。で、ここで、できれば技術を引きたい。技術を引きたいです。うん。
技術ね、まあ、ロエン諸国引けてるんで結構ありがたいんですけど、ありがたいんですけど、まだ足らないんですよね。全然足らない。全然足らないので、できれば技術を引きたいところですね。でスタミナはちょっと待ちたい。いや精神もね、欲しいっちゃ欲しいんだ。技術精神が一番最高。さあ、何が来る？ギガン諸国来ましたね。技術ですね。でも筋力技術じゃなかったっけ？筋力技術よね。まあ、しょうがない。まあ、それは仕方ない。まあ、金メダルもらえてるのは OK。で、ここ上はね、体力回復もったいない。スプリントのコツもいらないんですけども、まあ、言っときます。はい、OK。でもって、カーンか。あ、これコモリですね。これコモリいきます。はい、コモリ。で、カーン、次これ踏めないかな。カーンでスパイラルアタック踏みたいんだよな。はい、コモリ来い。コモリ来い。コモリ。はい、ナイス。いいよ。3回目終了。いいよ。いい感じに進んでる。で、そろそろね、精神の金メダルも欲しい。精神の金メダルが欲しくなってきた。で、カーンが進んでいく。俺もお前のようになりたい。はい。で、ラブバが終了。で、コモリ。はい、オッケー。いいよ。でもって、カーンが来なかったが、コモリ。コモリ行くか、コモリ行きましょうか。はい、コモリ行きまーす。はい、デート。で、4回目ですね。あと1回で終了です。いいよ。いい感じに踏めてる。で、ここでもう一丁コモリ踏んで、で、精神か。緑枠を踏めると一番いいとは思う。いや、精神枠はマジで欲しいんか？マジで欲しいか？あー、リント踏みたいけどね、踏みたいけど、これはカーン行っときます。これはカーン行きましょう。カーン行きまーす。はい、OK でーす。はい、で、次コモリ踏ませてくれ。コモリ踏みたい。その次、斧かな。うん、コモリ斧でいてくれたら一番いい。はい。あ、コモリいない。あー、コモリ。うわ、マジか。いやー、どうしよう。これ、無理やり精神出すのはありなんだが、金メダル確定ではないんだ。そうなると、まだ恋沼の方がいいか。まだ恋沼の方がいいな。臨床の方がまだいい。筋力はね、もういらない感じはする。金メダル的には。余っちゃうからね。はい、ではここで、メダル。緑を引かせてくれ。緑しか見えない。緑しか見えないぞ。はい、精神が欲しい。で、モンスター、来たモンスター小国来た精神がんぶり来ましたナイスオッケー狙い通りが来てくれました。これでだいぶ近づいたんじゃないかな。で、ここ、おー、これ3人か。コモリいないから、まあ、この3人でもいっか。まあ、いいよね。はい。では、行きます。スピード行きまーす。で、次、ディフェンスかテクニックでタッコよ。ディフェンスかテクニック。コーナー回避。あ、これ何来る ?2 色。2色。緑やめて。OK。2色。来ました。で、リントが終わっていく。え、これくれないだろう。だろうね。うん、知ってる。で、ここでスパイラルアタック来ない。来ないのか。いやー、来て欲しかったな、スパイラルアタックなー。来て欲しかったところなんですが、恋沼行くか。いやー、デート行く？最終デート終わらせたいんだよな、さっさとな。さっさと終わらせたいんだよな。で、心眼とかも終わってないから、精神な、使うやつをさっさと終わらせていきたいんだよな。はい、ではこれ、いいや。ん？いいや。はい、恋沼行く。本当はね、デート行きたかった。で、次、リントのスピードタックでもいいけど、ちょっとスパイラルタックは全く、あ、メンタル来た。どうする？ここはね、リントの方がありがたい。技術回収できる。そうだよな。ここ、筋力で、精神が入るもんな。でも、これは技術回収したいんだ。うん、技術回収したい。で、多分金メダルは赤色になっちゃうんだろう。筋力になっちゃうんだけども、こっちでいいや。はい。金メダル、銅メダル。まあいいよ、それはしょうがない。ここはスパイラルアタック。で、次、ワンチャンテクニックにスパイラルアタックが来てたら踏む。でかいのが来てほしい。でかいの来てくれると嬉しい。いや、来ないか。じゃあ、テク振っていきましょう。はい。これは、緑だと嬉しいけど赤なんだろうな、多分赤です。戦時昇格やめて。天空、筋力敏捷ですね。で、ワンチャン金メダル。ワンチャン金メダルは来てほしい。来なかった、残念。はい、銅メダル。まあ、これは仕方ないと思ってる。カーン。はい、で、コモリ。いや、コモリが来ねえな。あ、いるわ。いや、コモリ行くか。コモリ終わらせます。うん。守護神もらっていきましょう。これはもう終わらせる。
もう守護神大事で、カバマスまで OK、 カバマスゲット、ナイス、いいよ、カバマスゲット。で小森も入りました。でこれはマイリンスポーツですね。はい、そしてあ、うん、踏めるね。でここはできればカーン以外がいいな。カーン以外がいい。できれば小森がいい。できれば小森がいい。カーンか。まあカーン終わってなかったからね。で PK 職人はもう取っちゃったからいいよ。コーチングもらってきます。はい、で守護神はもらってないかもしれませんが、うん、もう取っちゃおっか。はい、セクションクリア。1万20、経験点ははまっておりませんが、まあまあまあいい流れだと思う。で恋沼行っとくか。小森も行きたいんだからな。小森行きたいんだよな、本当にな。まあ取っとくよ。はい、この辺取っとくよ。はい、そして小森行きたいが、正直精密はね、そこまでなんだよな。じゃあ小森行こう。小森行きます。はい。はい、オッケー。でカラオケ、はい、オッケーね。技術もらっておく。でここでもう一個でスパイラルタックはないんで、ささっと終わらせていきましょう。でテクニックより、これはスピードいこっか。うん、精神かどっちかがいいんでね。はい、ではスピードいきます。技術のがいいかな。技術のが、うん、いいかな。はい、でここで金メダルもらいに行きます。でカーン、シャットアウトくれよ。くれなかった、マジか。シャットアウトくれない。くれないか。まあしょうがねえな。まあそれはしょうがないとして、でちょっと待て、守護神を振りたいぞ、振りたいぞ。はい、行きます、行きましょう。はい、黄色、技術、リュグ小国。なんだっけこれ、技術じゃない、あ、技術精神、オッケー、技術精神。まあでも精神が肩なんだな。まあしょうがねえか。はい、スパイラル、お、まあまあいい感じのスパイラルが来ました。でここで、まあ次からスパイラルのワンチャンがあるから、まあここ行きますね。とりあえず行きます。バレーボール行きましょう。バレーボール、いやもうちょっと技術稼ぎたいな。テクニックタック連発してほしいなっていう感じはしておりますが、次メンタルで秋山が来てほしい。秋山、あ、来ない。あ、筋力溢れちゃった、ごめんなさい。筋力溢れちったけど、まあそれは仕方ない。はい、でテクニック振っておく。で、ちょっと待てよ。これも振っとこう。はい。で、守護神としてはあと1回だから、まあいける。でも、テクニックがちょっと足んねえんだよな。テクニック110いきたいんだよな。うん。ではね、これね、微妙だな。カーン、こっちか。まあ、こっち行っとこうか。小野伸二もらいたいよな。でもね。いやでもね、これ秋山走りそうなんだよな。オッケー、ナイスです。さあお前心眼くれ。はい、ナイス、心眼くれました、ナイス。いいよ。でスパイラルタックで、テクニックハマって、微妙だな。まあでもこれいきますね。とりあえずテクニックいきますね。で精神はこれでもう大丈夫なはず。あとはテクニック。フェンシングが連発でハマれば嬉しいんだが、フェンシング来ないんだろうな。精神修行 OK。 はい、で終わっていきますねと。はい、 OK です。でスパイラルタック来てます。いやそっち、精神余るね。これ精神多分余るね。技術足らないやつだね。どうしよう。まあ監督行きたいんだがな。はい、行っちゃいます。はい、行きましょう。もうテクニック110は諦めかな。諦めですね。はい、アスレテースで守護神はいけた。はい、でとりあえずパワーを振りたいが振れない。はい、ではこれで、行きます。黄色がいいけど多分赤なんだろうな。もやし小国赤ですね。でも筋力ビンチョか。あー残念。はい、銅メダル。はい、では行ってしまいましょう、スーパーサブ。はい、そしてしっかり前半後半行きましょう。はい、ビンチョが、まあこの辺振っときましょうか。あー、心眼取りたいな、心眼。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。無事に点取れてるんで満点だとは思います。はい、
ではではでは、残りスパイラルタックも踏みたい。お、あ、まあまあぼちぼちのものが来ましたね。はい、では行きますが、この後スパイラルタックメンタルで、メンタルで来てほしいな。でもメンタルテクニック、うん、微妙だな。技術がはまらないな。はい、ではテクニックいきます。行きましょう。アイスパイラルタック、 OK ですね。6回目がちょっと少ねえんだよな。はい、筋トレ。はい、そしてスパイラルタックはまってます。はい、スピードで次テクニックね。次テクニック来ようね。はい、そして精神が多分ダダマリになるのではないかなと思っている。で、この辺取って、まあ金徳は取っておくね。うん、金徳は取っておこう。そしてもうテクニックはもう諦めですね。諦めに入ろうかな。はい、ではこれでいきたいと思います。はい、ではスピードいきまーす。いきましょう。で、次テクニックでスパイラルね。次テクニックでスパイラルね。ハマってくれよ。はい、体力回復 OK ね。で、テクニック。あ、OK、スパイラルタック。来ました。一人か、ちょっと悲しいけど、まあ、しょうがないね。しょうがない。で、これはもうスピード上げる展開になるのか。そうですね。タイエース。ちょいと微妙だから、まあこれはもうスピード上げていこうかな。そうだな、うん、キープ、まあキープはいらない。空中戦だな。空中戦取って、リード取って、ダッシュで、ここでとりあえず踏む。はい、 OK です。スパイルアタック。はい、そして精神修行ね。いいよ。はい、緑が来ました。で、マジパが入りました。まあ、マジパは取る。で、テクニックはやっぱこれ以上上げれないのかな。ダブルタックは踏んでおこう。こういうタックは来なかったんだよな。スパイラルタック中にこういうタックは来てほしかったんだよな。はい、ではメンタルいきまーす。はい、で、ここで何くれる？コーナー回避コツ5。はい、ありがたい。で、サクッとピンちゃんで、コーナー回避は潰していきまーす。コーナー回避潰していこう。で、精神ラキボ大市場、うん、カウンターキャプテンシーで、司令塔は微妙だから、闘争心、チームプレー、コーチング、敏将が微妙ですねという感じですね。まあこれは取りたいかな。はい、ではスプリント取っちゃおっか。はいね、スピードをちょっと上げておきます。はい、これでいきます。いきましょう。はい、終わりました。2-0でーす。OK でーす。では、最後、テクニックタック来よっか。テクニックタック来てほしい。221。はい、そしてテクニックタックに来ました。はい、ダブルタック踏んでいきましょう。OK でーす。終わっていきました。はい、では、サクッとピンちゃん行きましょうね。というところで、ちょっと筋力敏将を振っときたいかな。パワー100、90にしときますか。パワー90にしときまーす。で、敏将はおそらく余るんだよね。この辺も取っといて、印象は余るんだよね。はい、ではスピード C まで振っときましょう。 C まで振っときます。はい、ではこれでいきます。いきましょう。はい、終わりました。試合終了です。 OK です。はい、ではい、でここでコンボリが OK で、で、経験点はそこまで出ておりませんが、2338ということで、振ってまいります。少々お待ちください。はい、振ってまいりました。まあ、こんな感じで終わりますね。まあ、とりあえず、守護神は結構取りやすかった。やっぱりね、精神が稼げる高校ですので、守護神は取りやすかった。でも、そうなると、気をつけてるとね、技術がちょっとおろそかになるので、まあ、テクニックタックもうちょっと踏めればよかったかなと。テクニック110までいけてると、まあ USS は余裕で超えてくるのかなという形でございますので、次はね、技術しっかりと取ってやっていこうかなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。